かつて地上に君臨した吸血種は不死の力を持っていた。今やその力は失われ、世界は不死を失った吸血種と限られた生と共にある人間種により二分されることとなった。しかしこの世のどこかには未だ永遠の命を持ち続けるただ一人の吸血種がいるという。トゥルーオブバンプ、原初の吸血種。人々はその最初と最後の文字をつなげてトランプと呼ぶ。平等なる死がもたらされたこの者、トランプにあらず。神様がご機嫌を損ねないよう努めなくてはならないとは、面倒なことこの上ない。種の存続に関わる使命を冒涜する物言いは慎みたまえ。まあダリちゃんらしいっちゃらしいけど。この重責から逃げ出すと職務放棄も甚だしい。近頃各地で発生している連続殺人についてだ。吸血種の存続に関わる使命だ。俺は子育てというものを極めてみたい。あの愚足どもをこの手で立派に育て上げてみたいのだ。